メドーラークは日本の競争馬。主な勝倉は2018年の七夕賞、2019年の阪神ジャンプステークス。2011年4月5日に北海道阿比町の農山ファームで誕生。共有馬主システム、ヤシロ大グループオーナーズより総額3000万円で募集された。馬名の由来は英語で牧場鳥。2月8日、京都競馬場の新馬戦でデビュー。 最後の直線で先頭に立った一番人気の大新サンダーの外に持ち出して追い込んだが届かず二着となった。起乗した小牧太はセンスのある馬、今日のレースはいい経験になりました。今後どんなレースでもできそうですね。すぐにチャンスは来るでしょうと振り返った。その後未勝利戦に4戦すべて一番人気での出走だったが二着が2回と4.5着で勝ちきれず。 その後望んだ7月6日の未勝利戦に出走、単勝オッズ2.1倍の一番人気の指示を受けた。日着に2馬身2分の1差を離して勝利した。1月10日の500万下から8戦出走した。2月21日の小倉城特別から6月20日の十運ステークスまで4連勝を記録した。5連勝がかかる舞台を9月6日の新潟記念を選択した。 単勝オッズ7.0倍の3番人気で出走、優勝した、パッションダンスから0.8秒離された9着に、終わった。2月21日の小倉大賞店から7戦、出走した。7戦すべて掲示板に乗れず、オープン競争でも2桁着順を記録した。ジュライ S7 着の後、喉を手術した。1月15日のニューイヤーステークスから始動し、9戦、出走した。 当時、ステークス、カシオペアステークス、アンドロメダステークスで3着に入る。落葉ステークスや半球杯で5着に入った。3月4日の大阪城ステークスから始動し、発戦、出走した。7月8日、福島競馬場の芝2000メートルで行われる議ー七席賞に出走、単勝オッズ100.8倍の11番人気の、ブービー人気という評価となった。 最後の直線で後方の外から上昇し、内側を走る馬をまくり直線半ばで先頭に立つと、2番手を走ったマイネルサージュを首差しりぞけさせて優勝した。配当は単勝は100.8倍の単勝万馬券、三連単は256万3330円という大波乱となった。起乗したマルタ京介は馬場が柔らかくなっていました。 道割が上手なので、いい手応えで回れましたね。こういう馬場は得意です。3から4コーナーにかけて、2着馬に、外から被かされないようにしました。長く歴史ある舞台で重賞を勝たせていただいて、光栄ですと振り返り、管理する橋田光も、臆病なところのある馬。あんまり馬込みにいたら、抜け出せなくなっちゃう。いい判断だった。力を100%引き出してくれたとした。 この勝利で、サマー2000シリーズ競争の1位に与えられる10ポイントを獲得した。その後、小倉記念、新潟記念とサマー2000シリーズに連戦した。小倉記念は11着となり、1ポイントを獲得。続く、新潟記念では5着となり、2ポイントを獲得し、合計13ポイントで優勝した。その後、間隔をあけて、 重症勝利と同じ舞台となる福島記念に参戦したが、12着となった。1月13日、障害競争に転向して、初戦となった中山競馬場の未勝利戦に出走。3.4倍の一番人気に押された。2周目の向こう正面で先頭に立ち、2着馬となるキールコネクションに7場審査をつけて勝利した。起乗した北沢晋也は正面で、 ペースが落ち着いたら、そこから抑えきれなくなっちゃった。水合障害で一つミスをしたけど、平地での実力通りだったね。まだ初めての障害で、これだけ走れたし、時計も悪くないとした。二勝目を狙い、春麗ジャンプステークス、東京の障害オープン競争に出走するも四着。オープン三勝目に、中京競馬場の障害オープン競争に三番人気で、出走すると、 二着となるマイネルアトゥーオにバシン二分の一話で、障害転向後二勝目を記録した。9月14日、阪神ジャンプステークスに出走した。初の障害重傷かつ初の阪神競馬場障害レース出走のみながら、単勝オッズ7.5倍の四番人気に支持された。レースでは、最初の障害を飛び越し花を奪うと、後続を顧りずに、大逃げに出る。 最後の3コーナー通過時点で後方から追い込んできた一番人気のシンキングダンサーに差を詰められたが直線で踏ん張り後続を振り切って最終的に首差しりぞけて逃げ切り優勝したこの勝利により史上12頭目の平地障害重症制覇を達成した起乗した北沢真也は行く馬がいなかったので引っ張って引っかかるくらいなら行ってしまおうと思っていた 少し夏負け気味で、ゲートからのでは早くなかったけど、1個目の障害を、飛んでからはガーッと行った。後ろが来ていたのは分かっていたから、3分3輪を飛んで、仕掛けて行って、ギリギリしのいでくれた。噛みっぱなしだったのによく最後まで持ってくれた。まだ課題は多いけど、平地と障害の両方で重傷をかててよかったと、振り返った。その後11月のイルミネーションジャンプステークスは5着。 12月の中山大障害は6着に終わりこの年を終える。3月20日のペガサスジャンプステークスから指導し2着。しかし、4月18日の中山グランドジャンプでは、道中警戒に逃げるも3周目4コーナーで、右前指波口を発症し競争を中止した。その後、休養を挟んで8月1日の新潟ジャンプステークスに出走し、ホイヤーベルクの2着に、敗れた。 一週間後の8月8日に JRA 競争場登録を抹消し現役を引退した。引退後はノーザンファームで乗馬となる。以下の内容はジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。